はい、東洋針灸整骨院長の石丸です。お願いします。本日は不眠症についてお話をいただけますか。はい、不眠症、まあ、これもですね、東洋医学のね、まあ、治療を受けに来られる患者さんが多い、まあ、疾患のうちの一つですね。この不眠症もですね、大きくね、2つに、まあ、分けれるんですが、まあね、寝つきが悪い方、なかなか寝れないな、なかなか寝れないなっていう方と、眠るけどパッって目覚めちゃう方なんですね。まあ、その後また寝つけないっていう方もね、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、基本的には初めのところで寝つきが悪い、もしくは眠れるけど眠りが浅いというね、ことなんですね。まあ、それで不眠症なんかになるとですね、まあ、病院に行くとね、結構な方が飲んでるんですけどね、デパスっていうのをね、まあ、飲んでる方多いですね、あれもね。あれも浜六郎先生っていうね、まあ、お医者さんの本なんか見てもらうと分かるんですけど、まあ、デパスがいかに体に悪いかっていうことが、まあ、書いてますね。はい、まあ、それをね、まあ、10年も15年も20年も飲んでる方いらっしゃるんですけどね、まあ、よかったらそういう浜六郎っていうね、お医者さんの本なんかも参考にしてもらうと、デパスのね、悪いところもよく分かると思うんですが、ですね、この西洋医学で、まあ、病院にね、まあ、不眠症なんか寝れないんですよって病院に行かれたら、まあ、どうなるかっていうとですね、普通は、まあ、睡眠薬もらえますよね。まあ、入眠剤とかね、まあ、中途覚醒、まあ、途中で目を、覚めるのを、まあ、やめさせるような薬もね、まあ、いろんな薬があるわけですけど、基本的にはそういう薬っていうのはね、脳に直接こう働きかけるわけですよ、脳に。ね、それで、まあ、眠れるようにするということなんですが、ね、東洋医学、まあ、自然な眠りはじゃあどうなってるんだっていうとね、例えばお酒飲みますよね、お酒飲むと、寝ちゃう人いますよね。東洋医学でいう肝臓に働きかけると眠たくなるんですよ。肝臓に働きかけると。これが、まあ、自然な眠りなんですよね。でも一方、西洋医学は脳に直接働きかけて、まあ、眠るんですね。で、当院なんかでもそうなんですけど、長くですね、西洋医学的な薬、脳に直接働きかける薬を飲まれている患者さんを治療すると、ちょっと手こずるんですよ。どうしてかっていうと、イメージですよ。イメージとしては、薬というですね、浮き輪をしているとしますよね、その方が。薬という浮き輪。ね。で、この浮き輪がないと、浮き輪をポッと外しちゃいますよね。そうすると、バーッと溺れちゃうわけですよ。これが寝れない状態。バーッと体が泳げる力がないから、寝れない。寝る力がないから。ね。じゃあ、また薬飲まないと。薬飲むと浮き輪があって、はぁ、って感じなんですよ。でも、その人は、ずっと泳げないですよね。浮き輪がある限り。ね。だから、東洋医学ではどうやって治療するんだっていうんですけど、その人を泳げる体にするんですよ。ね。ちょっと睡眠に例えてますけど、浮き輪がなくても泳げる体にすれば薬なくして寝れるんですね。先ほど言ったように、まあ、お酒飲んでハーッと眠たくなるような、まあ、自然な眠りを作り上げることができれば、薬という浮き輪がなくても寝れるようになるんですよ。ただそういう薬で寝てる方っていうのは、まあ、そういうスイッチでも寝るようになっちゃってるんで、自然な眠りを東洋医学で作った後でもちょっと溺れるんですね。2、3日眠れないとか4日とかね、ちょっと禁断症状があるんですよ。少しやっぱり厄介ですね。薬飲んで長年飲んでる方の、不眠症を治そうと思うと。でも薬を飲んでなくて、寝つきが悪い方っていうのは比較的、短期間で、改善することができますね。で、まあ、他の症のとこでもよく言うんですけど、この不眠症の人も眠りだけが悪い人って見たことがないんですよね。眠りだけが悪い人、例えば、本当に例えばですよ、寝つきも悪い、ね、肩も凝る、腰も痛い、血圧も高い、鼻も悪い、ね、下半身が冷える、ね、日中おしっこが近い、でも夜はおしっこが近くないとかね、胃の調子も悪い、動悸もする、その他の症状を持ち合わせてるわけですよ。でも病院ではどうですか、その他の症状をね、例えばまあ睡眠ね、まあ、内科にまあ行ったとしますよね、まあ、睡眠のね、そういう睡眠薬がくれた、じゃあ肩が痛い、ね、腰が痛い、あ、それはちょっと整形外科で見てもらっていいですかね、ね、整形外科に行きました、鼻が悪い、あ、それちょっと耳鼻咽頭科に行ってもらっていいですか、こういちいちかが分かれるわけですよ。でも体はどうですか、全部つながってますよね。目ん玉だけ宙に浮いてるとかね、
腕だけ宙に浮いてるってありえないですよね。全部つながってますよ、ね、だからこの不眠症を治す時も全体像を捉えて治すことによって不眠症も治るわけなんですね。だから不眠症、ね、まあ、その他の症状もそうなんですけど、さまざまな症状はやっぱり東洋医学、ね、全体像を捉える東洋医学、ね、東洋医学っていうのはこの地球上でも4000年もやってますよ。日本国内では1400年以上の歴史があって、眠りの、ね、調子が悪い方っていうのはいくらでもいたわけですよ。そういう方にはこういうふうにしたら治ったよっていう実績があるんですね。その実績に基づいて治療するんで、もし不眠症でお困りの方がいましたら、東洋医学専門、ここ本当に重要、東洋医学専門でやってるね、治療院に行っていただくことをお勧めします。以上です。